せーの、ジャニー、ジャニー、ラブだよ、ラブだよ。どうも妹のジャニーちゃんです。どうも兄のジャニー君です。ふっかたんです。スノーマンの出演予定を木曜と日曜の週2回投稿しています。してますね。今回は4月8日月曜日から4月11日木曜日の予定。よし、行ってみよう。まずテレビが7本、こちらでございます。バナナサンド、お出演するのは渡辺くんと佐久間くんで、4月8日月曜日23時56分から24時55分に TBS にて放送。おお、再放送ではない。再放送です。なんだよ、まあ、深夜だからね。確かに騙されるんだよねこれにね。2月に2人がハモリ我慢に参戦した回です、うん、はいはいはい、渡辺が嵐&ヒゲダン熱唱、うんうん、佐久間も君の名は名曲で応戦、計5曲の歌合戦、うん、未公開シーンはない、多分ないですね。なんだよ、うん、視聴者のスノちゃん情報提供ありがとうございます。ちょっとでもね、未公開とか入れていただけないもんでしょうか ね。ネクストでございます。ラビット、出演するのは宮舘くんで、4月9日火曜日8時から9時55分に TBS にて放送。んだ、前回は佐久間くんが出演したので今回は宮舘くんがスタジオ生出演のはず。そうだね、宮舘くんは生放送が終わり次第、新橋演舞場に駆け込むことになります。あ、そうか、そう、舞台柄の昼公演が13時からあります。やばいね。まあ、去年も滝沢歌舞伎の昼公演があった時は生放送は最後まで出ていました、うんうんうん、ちなみに TBS から新橋演舞場は車で20分ほどと結構近いです、うんうん、そして佐久間くんの韓国ロケ後編ですが、うん、この次の週4月16日火曜日に放送だとアインシュタインの河合さんが明かしています、うんうん、やっぱり佐久間がいる時に放送なんだね。そうみたいだね。ネクストこちらでございます。阿部くんがレギュラー出演している今夜は謎トレですが、4月9日火曜日の放送はありません、うん、野球中継があるため。いや、また野球の季節あ、そうか、野球が中止になった場合は謎トレが放送と書かれています、うん、ね、が野球って中止になることあるのかな。ドーム以外だと、うん、雨だとなりますけれども ね、野球なくなんねえかな日本から ね。ネクストでございます。シュイント、バナナサンド、出演するのは目黒くん、佐久間くん、渡辺くんで、4月9日火曜日19時から20時55分に TBS にて放送、うんうん、未公開シーンはあるのかいな。あります。いいやった総集編的なコーナーで3人の過去出演回が取り上げられます、うん、目黒くんは去年の7月に一人で出演した時に、うんうん、太れないと悩む目黒くんへ日村さんがアドバイスをしたシーンが取り上げられます、うん、だいたい痩せれないで悩みますけどね。そうだよね。しかも太ってる日村さんに、そうかなるほどね。加えて渡辺くんと佐久間くんの未公開トークが放送されるようです。いいじゃないですか。ネクスト、こちらピヨンス、特捜9シーズン7第2話、うん、出演するのは向井くんで、4月10日水曜日21時から21時54分にテレビ朝日にて放送、うんうん、予告映像では向井くんが深川舞ちゃんにボーンと壁に突き飛ばされて、うん、向井くんがキャーと声ね、うん、上げるシーンがありました。いや、上手でしたねシーンね、あのね、うん、スノタンからは、うん、初回は工事一瞬だったな、うんうん、2話は三谷くんが吹っ飛ばされてる、キャーが乙女すぎて可愛すぎる、うんうんうん、という声が上がっています、うんうん、2話の予告ではもう一つ井ノ原くんと一緒に映っているシーンもあったので、うんうん、初回より出番が多そうな予感がします、ね、今回はね出番が多いって言ってましたから ね命がね。ネクストでございます。こちら4月11日木曜日のノンストップですが、深澤くんは出演しません、うん、吉村さんの回やね。そうだね、順番通りです、うん、はーい、ネクストでございます。こちらミュージックジェネレーション、スノーマンの曲が取り上げられます。深いな、うん、4月11日木曜日19時から21時54分にフジテレビにて放送、うんうん、各世代の定番ソングを発表する番組、はあ、大ヒットデビュー曲の枠にスノーマンと書いてありました、はあはあ、DD が紹介されるようです。フジテレビの貴重なアーカイブ映像やミュージックビデオ、ライブ映像などとともに楽曲が発表されます、うんうん、DD のどの映像が使われるのかが楽しみです ね。 そうだね、結構ライブ映像が使われたりも過去にはしていました、うんうん、視聴者のマリクマちゃんがコメント欄で教えてくれました。ありがとうございま す。ネクスト、こちらビヨンと配信が2本、うんうん、ドラマ消えた初恋見放題配信開始、うん、出演するのは目黒くんで、4月9日火曜日から Amazon プライムビデオにて配信。お、
目黒くんと道枝俊介くんのダブル主演ドラマの Amazon プライムビデオ見放題配信がスタートします。 Amazon プライム会員の方は無料で何度も見れます。4月9日になった瞬間0時00分から見れるはず。 Amazon プライムビデオでは現在私の幸せな結婚、萌え彼はオレンジ色なども見れるので、会員ではない方も入り時かもしれませんね。そうだね。視聴者のもっちさん、コメント欄で教えていただきありがとうございました。ネクストでございます。 YouTube 動画公開、出演するのはスノーマンの誰かで、4月10日水曜日17時にスノーマンチャンネルにて配信。次回の企画、そして出演メンバーは発表されていません。前回はラーメンを食べる動画が投稿されてたよね。そうそうそう、ドライブ企画は3回ずつ配信されることが多いので、4月10日水曜日はメンバーを変えて新たなドライブ企画が配信されそう。あ、そっかそっか。3月18日に向井くん、渡辺くん、佐久間くん、阿部くんの4人で YouTube 撮影をしたと向井くんがブログで報告していたので、向井、渡辺、佐久間、阿部4人のドライブ企画が配信されるかもしれません。視聴者のスノーちゃん、情報提供ありがとうございます。ネクストこちら、ラジオが1本、スノーマンのスノーマンマ、今回の担当メンバーは渡辺くんと佐久間くんで、4月11日木曜日21時から21時30分に文化放送にてオンエア。いいね、声のいい2人というか。あ、そうね。回し役は渡辺くん。このコンビニの放送は2024年2月以来2ヶ月ぶり。この2人の組み合わせはラジオでもテレビでも最近多いですよね。その段からは、鍋作意外と多いよね、絶対楽しいダチトークといった声が上がっています。まあ2人ともね、江戸川区出身ですしね。そうだね、実はね、価値観も似てそうですよ ね。ネクストこちら、ショインポ、雑誌が3本、ファインボーイズ5月号、掲載されるのは目黒くんで、4月9日火曜日に発売。レギュラーモデルとして掲載。ちなみに A グループの小島健くんもファインボーイズのレギュラーモデルですが、今回 A グループなのかね、A グループなのかね。あ、そうなのか、どっちなのかね。 A グループなのかな、わからんわからん、わかりまへん。まあ、デビューが決まったので表紙は A グループ A グループ、 あ、そうか、今回ねデビューが決まったから表紙は小島くんなんだね。あ、 A グループ全員です。あ、全員でね、はい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 、よかったですね。デビューね、どうなることかと思いましたが ね。お値段780円、福本くんは大丈夫なのだろうか。ネクストでございます。ショイント、週刊テレビガイド4月19日号、掲載されるのは岩本くん、深澤くん、宮舘くんで、4月10日水曜日に発売。ガラですね、もうね、この3人といえばね。舞台ガラのリポートが巻末厚紙ブックに12ページ掲載。いいですよね、フォトジェニックですからね。そうだよね、プレミアム美術リポート、いいね。初日前日に行われたゲネプロの時の写真だと思います。なるほどね、はいはい。お値段520円です。ネクストこちら、女性セブン4月25日号、掲載されるのはラウールくんで、4月11日木曜日に発売。スノーマンラウール大特集プレミアムシートと告知されています。ほねこちゃんかな、ね、値段も安いのでね、ラウールタンはマストバイだと思いますよ。お値段470円、結構安めなんでみんな買ってみてください。ネクストでございます。コンサートと舞台が5本。おお、まずは、ライブ We are Let's Get the Party Start。 出演するのはスノーマンで、4月10日水曜日18時から東京ドームにて開催。新会社スタート社の船出となるライブの東京公演です。東京はこの1公演のみで、あとは5月29日と30日に大阪で開催。歌唱曲は未発表、配信有無も未発表ですが、一部メディアでは後日配信があり、KinKiKids が映像出演できないか模索中と報じられています。ベストの桐山明人くんも、配信ってまだ発表されてないんだっけ、みたいに配信があることをインスタライブか何かでポロリしていました。っていうか桐山くん大丈夫なのかね、体調が。そうだよね、ライブ前後には先輩後輩で撮った写真などがね、それぞれの SNS で溢れ返りそうですね。なんかもうリハで結構スーパーエイトが入ってるとか、ね、なるほどね、目撃が
東京ドーム周辺で結構上がってますよね、はいはいはい、もう東京ドーム抑えてるってことすごいね。わかんないけどなんかリハでやっぱりそんなことがあるじゃないのみたいなので結構目撃が X で上がってたのをちらほら見てますよ。 うちのチャンネルでも東京公演のレポートをまとめた動画出そうかななんて思っています。いいですねいいですね。ネクストでございます。こちら We are 岩本くん深澤くん宮舘くんの主演舞台ガラの公演予定です。ガラ4月8日月曜日は夜のみの1公演です、うんうん、ネクストこちらガラ4月9日火曜日は昼と夜の2公演あります、うんうん、宮舘くんはラビット生放送の後2公演をこなすことになります。大変だ ねあの命がけの舞台をそうだよ、ね、ラビットの朝早起きした後、うん、そうだよね。いや頭が下がりますね。3時に起きるんじゃない。なんという努力家なんでしょうか ねネクストでございます。こちら4月10日水曜日の舞台からは休演日ですが、うんうん、ライブウィーアーがありますね、うん、大丈夫なんでしょうか ね本当に心配でしかないですがやってくれると信じております。ネクストでございます。4月11日木曜日は夜のみの1公演です、うんうんうん、どうにかね怪我なく舞台走り切ってほしいものですが、ね、続きましてその他の情報こちら映画赤羽骨子のボディーガード撮影あり、うんうんうん、4月8日月曜日4月9日火曜日4月11日木曜日に神奈川県横浜市にて撮影、うん、エキストラ募集があったため判明しました、うんうん、参加キャストは記載されていませんが主演のラウールくんも参加するはず、うん、神奈川県横浜市にて殺し屋役男性、うん、傭兵役男性、うん、スタッフお客通行人役の男女が募集されていました、うん、なんかすごい人数募集されてたから、うん、なんか格闘シーンとかなんかすごい大掛かりなシーンもやるんでしょうねきっとね。今回は多分募集人数は、うん、今回は明かされてなくてその1000人募集されていたのはもう終わってるね。終わったのか。4月7日日曜日と4月6日土曜日に1000人のエキストラが募集されていました、うん、4月10日水曜日のライブの日以外は全て映画を撮影している感じですね、うん、あじゃあラウル君大忙しですね、うん、大忙しだね、まあ、大学もねありますからね。そうね。夜間とはいえども大変です ねいつもコメント欄で情報を教えていただきありがとうございます。ありがとうございます。今回はテレビ大きめのものがあまりないですけれども、うん、メンバーは舞台にライブに映画撮影に大忙しっていう感じですかね。ライブ We Are もどんな感じかレポで見るのが楽しみですね。動画でもまとめようと思っておりますので、うんうん、またよろしくお願いいたします。スノーマンの出演予定に追加があった場合毎日更新しているあこのチャンネルのコミュニティ投稿や X に反映します。チャンネル登録と X のフォローをお願いします。ジャニー、ジャニーラブだよ。バイバイ。君は君だよ。だから誰かの方を思うように生きなくていいよ。バイバイ。バイバイ。